小婦神組支配は、江戸幕府の役職の一つ。小婦神の者のを統括した。小婦神は、組み分けされており、各組ごとに一名が置かれた。老中支配で、役高三千国、中野間関詰めで、不異常。配下の俗領として、小婦神組支配組頭、小婦神組世は取り扱い、小婦神世は約、禁州手伝いなどがいた。当初は、 勝負信はルスキョ支配だったが、共法4年6月から200国以上の者は、勝負神組支配に200国未満の者はルスキョ所属となった。この時から勝負神組は10組が成立し、勝負神組支配10人が任じられた。この時、座席は新番頭の上で、役料500票と定められた。同7年7月には9組になり、 同9年7月には、小普審組、支配2名が、交付金版支配に就任したため8組となった。法歴3年6月から、200個組未満のものも、支配の下に入れられ、小普審組は4組増えて12組となる。これ以後は、おまみ以上は、支配、おまみ以下は、組と呼称される。以後、完成元年5月に11組、同3年12月に10組。 文化10年2月に8組、文久2年うる8月には6組、同3年3月には5組となった。慶応2年8月、勝不信が廃止された際に、勝不信組支配は禁止並み寄り合いとなった。無役である勝不信を幕府の役所へ配属するために、廃下から人材を選ぶのが主な職務で、人を指揮すること合社なる人が適任と言われた。 人物取り立て講義完用のことで、廃家から人物よものをおでこ様心がけることとされた。おまみ以上のものであれば、毎月6日19日24日に、おまみ以下であれば、毎月14日27日を、会う退日として、廃家の小不信と面談を行った。小不信支配は、会う退日にあったものの人物や、家柄、特技などをよく見聞きし、 その中からこれと思う者の使命を書き上げる。そしてその者の家事取り締まり、家来の様子、勝手向き、家内の和合、武芸学問の腕など様々な面から調査した。それらを記載した帳面を、順覧帳といい、支配の者たちが目を通した。幕府の役職に欠員が生じて、代わりにその役にふさわしい者が勝負心の中にいるか、問い合わせがあった場合に、支配は、 順覧帳をもとにして、適当と思われるものを推挙した。このほか小不信組支配のものは、毎月10日と25日に寄り合いを持った。ありがとうございます。